全国高校野球選手権、滋賀学園が霞ヶ浦に快勝。夏の甲子園で初の8強入りを果たした。滋賀県勢の8強は22年の近江以来2年ぶり。打線が3試合連続の2桁安打となる13安打を放ち、7犠打も絡め6点を奪った。1回、西一塁から4番岡田の敵地3塁打で先制。3回には4安打を集め2点。4回にも1点を加えると5回にも2点と小刻みに加点した。岡田は5打数4安打。本塁打が出ていればサイクル安打だった。投手陣は先発の脇本が4回1安打1失点。2番手の土田が残る5回を2安打1失点に抑えた。滋賀学園初めてのベスト8進出おめでとう。滋賀県というと海が思いつくが、滋賀学園も強いということを見せられ、滋賀のレベルの高さを見せてもらったわ。滋賀学園は今日も打線活発やったな。岡田選手の4安打見事やったわ。岩井選手のファインプレーなんかに助けられ、投手陣も安定してたな。滋賀学園強い。関西勢の優勝候補が次々敗退し、関西勢にとっては嫌な雰囲気になりかけていたが、今日の勝利でこの雰囲気を見事に払拭してくれたわ。滋賀学園おめでとう。これで満足せず優勝目指してほしい。投打のバランス見事やったな。なんかこれまでの海とは違う野球を見ているような気がするわ。監督さんの判断に采配も見事だと思うで。正直滋賀学園がまさかここまで快進撃繰り広げてくれるなんて、滋賀県民やけど予想外すぎた。けど、とにかく二遊間が硬いし、打球速度も霞ヶ浦や花巻東の選手よりも速い。滋賀学園、開幕戦の勝利から波に乗ったな。個人的にはベスト8に入るだろうと予想してたぜ。各打者の打球速度が速く、投手陣の層の厚い、守備の硬さも素晴らしい。滋賀学園は数年前の選抜でも強かったから、そこそこやるんじゃないかと思ってたが、ついに3勝して8強入り。ほんまに滋賀県初の優勝期待してもいいかも。最後まで悔いなく戦ってほしい。最後まで応援しとるで。